ンサー飲んでるサブチャンネルようこそ、青木かのんとキットチャンネルのエイトです。最初の始まりが、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。てかめっちゃ豪華ですね。私のサブチャンってクソ適当っていうか、もう手抜きにもほどがあるっていうか、え、そうですか。撮った瞬間に普通に YouTube そのままアップロードするんですよ。 BGM も何もエンディングもオープニングつけずに、字幕も一切だし、だからそういう感じなんで、むしろゲストが来るっていうのが奇跡です。ありがとうございます。ゲスト調子に呼んでいただきありがとうございます。はい、今日ちょっとエイトさんと、はい、コラボ動画か、はい、結構いろいろやりましたね。やりましたね、いろいろと。はい、それ撮って終わった後にちょっと飲み屋で、はい、まったりしてるんですけども、今回私がちょっとエイトさんに、はい、悩み相談、はい、したいなと思ってて、いや最近ね、やばいんですよ。だってぶっちゃけちょっと生々しい話すると、キットチャンネルさんって2017年からやってるじゃないですか、 YouTube。 はい、2017年かな、か、多分そうですよね、はい。で、私も、チャンネル自体はめっちゃ前からやってるんですけど、なんか、YouTuber としてやるみたいな感じが、同じぐらいなんですよ。はい、はい。正直、はい。で、ちょうど本当に同じぐらいの時期に1万になって、うんうん、なんか、一緒に頑張ろうぜーってやってきたんですけど、いつの間にか、ブイーンみたいな感じで。いや、本当に、なんかもう、なんだろう。すごい、私的には、その考え方とか行動力とか、その実行する有言実なんか形にしていくっていう、そのお前それありかよ、力がすごいなと思って、で今30万人超えのキットチャンネルなんですけど、私が相談したいのが、結構そのいい意味でも悪い意味でもチャンネルが安定してきてしまってるとか、まあ安定してるから困るかって言ったら困らないんですよ。ただ上に上がりたいっていうのはやっぱり我々そうじゃないですか、 YouTuber で。プラスチャンネルの軸が、私は野球と性別系しか伸びないっていうのがあって、日常が伸びないんですよ、マジで。それがどうしたもんかと、どうしたらいいかなみたいな。だ最近ちょっとちょろっと以前もボーナストロークで話したんですけど、はい、コンビとかも羨ましいなみたいな、コンビ企画たまに期間限定でもいいんじゃないかなっていうぐらい結構考えてて、エイトさんだったら、私の立場だったらどういう行動に出ますかっていう。今チャンネルが安定期間に入ってるんですよ。むしろちょっと安定してるよりか、もうちょっといい感じで安定してるんですよ。でも伸びないんですよ。そのバーンっていうのが欲しいってことですよね。2年前とか去年はやっぱバーンって言ったんですか。それがバーンじゃなくて今ポンなんですよ。なんですか、多分人によってはそれって贅沢な悩みですよねっていう人もいるじゃないですか。多分贅沢なんですよ。うん、でもなんか本人からしたらやっぱりそれって、うん、こうなんていうんですか、こう伸び、自分で悩んでるところなんじゃないですか。でもなんかその難しいですけど、上を見てもキリないじゃないですか、下を見てもキリないし、やっぱそれこそもしかしたら他の人からしたら、いやいやお前ら2組なんて全然今めちゃくちゃなんかその順調に来てるじゃないかっていう人もいれば、逆にもっと他の人からしたら、いやもっとバーンって俺だって1週間で10万人伸びてやるみたいな人もいるわけじゃないですか。いますね。本当になんかまあそれって多分極論ですけど、ないものねだりじゃないですか。でも多分今のまあいるファンを多分大事にしないと上にはいけないと思うんですよ。だから今いるファンの人はもちろん大切にしつつ、なんか僕がカモンさんの立場だったらっていう話になっちゃうんですけど、なんか新しいことにチャレンジして、それをちょっとシリーズ化させてみるとかっていうふうにやりますかね。新しいこと、なんか例えば僕たちで言ったら、僕たちもその元女子っていうところでいろいろとまあ発信をしていって、元女子のことはある程度はこうなんかちょっと僕たちのチャンネルの中で考えたらちょっと伸びてるけども、日曜っていうのもやっぱ全然伸びなくて、どうしようかなっていう時に、なんかそのまた整理レビューとかをして、整理でなんかある程度ちょっと見てもらえる機会が増えてとかがあって、そこからまた飲め悩んだりどうこうして、でその時にビッグエンジェルのみっちゃんとエリピオと一緒にそのコラボしてキットエンジェルっていうのを作ったんです。そしたらなんかやっぱその4人での、まあ、仲いいっていうのもあるんですけど、なんかそのなんか青春みたいな感じをやってて、でそれをありがたいことに見てくれる人がたくさんいて、こうめっちゃすごいですよね今。いやなんかみんななんかね、やっぱ、まあ、僕たちがすごいっていうよりは、まあ、みっちゃんとエリピオがすごいって感じなんですけど、なんかそれでこう今キットエンジェルっていう軸がちょっとできてるけど、まあ、それ以外のところで言ってれば僕たちもまだまだ
あの弱いところたくさんありますし、なんか伸びるときは結構ちょっと調子いいなと思うところがあれば、こう下がったりとかもあるので、まあ、難しいですけどね。でもやっぱそれって常にやっぱ今までのこともちゃんとやりつつ、新しいことに挑戦するしかないんじゃないかなと思いますけどね。新しいことか、うん、僕がカネノさんの立場だったら、僕だったら料理しますかね。うわ料理か、なんかそれこそカネノさん料理苦手って言うじゃないですか。めっちゃ苦手です。私ラーメンしか言ってるからなんか逆にそれをなんか、私は料理苦手だけど、こっからこの YouTube チャンネルからみんなで一緒になんか料理上達していきたいですみたいな、どん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 なんかカノンさんが料理を上達していくっていうところとかさ、僕がもしやるってなったら、なるほど、料理かー、なんか料理ってその料理できる人できない人にあんまり年齢って関係ないと思うんですよ、幅広い年齢層の人が料理できる人もいれば料理できない人もいるから、なんか料理とかいいんじゃないかなと思って。料理ですね。いや僕は思いました、まあ、料理が本当にもう料理が料理って感じですか。なんか、ごめんなさい、なんか料理ってよりは、なんかその料理が苦手というキャラっていうかもう事実じゃないですか。あ、めっちゃ苦手です。だから私料理苦手だから今日はハンバーグ作ってみたいと思いますみたいな感じでハンバーグを作ってみて、それは例えばですけどぐちゃぐちゃでも失敗してもいいと思うんですよ。そこからどん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 いろんな料理に挑戦して上達していくみたいな、っていう、なんかよくそれこそテレビの特集とかでもなんか料理系でなんか教えてもらって上達していく姿とか、なんかおデブの子たちがこう痩せていく姿とかで結構なんかそういうふうに流れたりとかするじゃないですか、だからそういう感じでなんかみんなでカノンさんの料理をなんか上達するのをみんなに見守ろうじゃないですけど、でプラスアルファは多分見てる人の中でも料理できない人っていると思うんで、その人がなんかカノンさんの料理頑張ってる姿を見て一緒になんか自分もこう料理上達していこうみたいな、そういうのがいいかなって、僕がやるならそっちかなと思いました。料理ですね、はい、やろう。やりますか。やります。あの動画でも話してると私引っ越すじゃないですか、はい、で料理が取れるようにと今もうオープンキッチンをもうなんか狙ってるんですよ。はいはいはい、はい、取りやすいじゃないですか、うん、やります。料理やりましょう。やります。引っ越したらやります。料理必ず。なんか料理はありだなと思います。なんかそのあとは例えばそれこそ誰かゲストとかに呼んで私の手料理を振る舞うみたいな、なんかそういうのとかちょっと面白いかなと思って。私もう一個のその悩みが今ゲストっていうのが、私ゲスト出ると再生数落ちるんですよ。そうなんですね。やっぱみんなカノンさんが見たいんじゃないですか。大丈夫ですか。僕出てますけど。あ、全然大丈夫。いやもう本当にマジでコラボとか結構規模が大きい人とコラボしても私逆に下がるんですよ。なんでだろうなと思って、もしかしたら私の勝手な考えですけど、今までやっぱ性別系とか話してて、どっちかっていうとその視聴者さんはなんか語りかけてくれるみたいな、一対一で親近感すごい湧くって書いてくださる方多いんですよ。で、男性が結構多くて、まあ多分まあ女性男性半々ですけど、多分日常系とか見てる男性なんですよ、僕が。なんかこう、なんだろう、俺に向かって話しかけてくれてんだろうみたいな感じのファンが多いから、だからなんか他の人が出ると本当にコメント欄で俺のカノンちゃんの横に座るんじゃねえみたいな、もう嫉妬なんですよ。もうやっぱ愛されてるってことですね。ありがたいんですけどね。ただなんかもっと私が羽ばたいていくのであれば、そこから私はなんかその殻を破りたいですね。あ、企画で見てもらいたい。なんか私がこのあなたのその癒しでもいいけども、それ以外も見てほしいよっていうのを、だちょっとまあ、ツケが回ってきたっていうか、性別だけで頼ってきたっていう。性別だけで、いやいや。性別系の。まあ、一つはね、武器だと思いますしね。まあ、確かに出せば、やっぱある程度安定するんですよ、やっぱ性別とかって。ただ、それ以外私何があるって言ったら、野球、でも野球、日焼けすんの怖いからあんまりやりたくないとか、何もかもがなんかもう、じゃあでもなんかそれが辛い。逆にそれはでもコメント欄で聞くのも難しいんですかね。なんか他のも見てほしいんですみたいな、なんかそれを見てもらえるように私も頑張るんでみたいな
感じではなんないですかね。お願いしましょうかね、動画で。でもお願いしてなんか見てもらうのも違うじゃないですか。だからそれこそなんか、あの、逆になんでそのコラボ系を見たくないかっていうのを、でも聞いたことあるんですよね。あります。なんかもう、かのんちゃんだけを見たいって。まあ、それはまだすごい、ありがたい。ありがたいことなんですけど、やっぱ他のも見てほしいなっていうのはありますもんね。羽ばたけないんですよ、私が。そうなんですよ。だからそしたらやっぱりあれですよね。やっぱ新規のファンを取り入れるっていう部分で。もう新規をわーなんかあの、今までカノンさんのソロだけが見たいって人も、あの、それはやっぱないがしろにしちゃいけないと思うんで、うん、その人たちは、もうその人たちに向けての動画を撮る。うん。で、逆に、カノンさんのソロじゃなくて、それ僕たちもそうなんですけど、キットチャンネル好きっていうよりは、キットエンジェルが好きだから、キットエンジェルのだけ見るって人もいるんですよ。で、キットチャンネルが好きだから、キットチャンネルだけ見るって人もいるし、ビッグエンジェルが好きだからビッグエンジェルだけ見るって人も、まあ人それぞれ違うんですけど、そういうなんか、だって、僕たちが好きな動画を撮れるのと同じで、あっちも見るものを選択できるのは当たり前じゃないですか。だから、あの、キットちゃん、例えばですけど、青木カノン単体が見たいっていう人は、それを見る、見れるようにそのコンテンツを、これからもカノンさんは作り続ければいいと思いますし、逆に、カノンさんがコラボしてる動画だけ見たいっていう人も多分今後やっていけば絶対増えるんで、その人たちはそれだけを見てもらえればいいっていう、なんか二手にこう、分かれるっていう風にするしかないんじゃないですかね。なんか自分だってそうじゃないですか。なんか相手に、ね、これやってよって言ってやりたくないのに、やってよって言われても、ちょっと最初はやったとしても続かないじゃないですか、それって。だからやっぱ、撮る側も見る側も何を撮るかも何を見るかも自由なんで、自分たちで選択できるんで、もうそれはなんか、こっちのお願いするというよりは、あの、もうなんか、カノンさんしか見たくないっていうんだったら、もうカノンさんが見れる動画を作る。で、カノンさんが、みんなでわしゃわしゃやってるのが見たい人も絶対いるんで、その人たち向けた動画もまた作るっていう、半々でこうバランスを取っていくっていうのがいいんじゃないかな。徐々にそれで浸透させていく、うん、大丈夫ですか？全然なんか相談乗れてます？いや、むしろもうありがたいですよ。いや、全然乗れてるかが心配なんですけど、それしかないかなと本当に思いますけどね。メインチャンネル出したいぐらいです。いやいやいや、もう伝えたいと。これはカットで。ちょっと、まあ、今回はこんな感じで、はい、キッドチャンネルのエイトさんに私の悩みを持っていただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、全然相談乗れたかがちょっと不安なんですけど。いや、本当に。あの、なんか、なんとなく道しるべが見えたんで、これからの、はい、私のこの、あの、頑張りに賛同していただける方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。そして、キッドチャンネルさんと、コラボ動画が近日上がりますので、ぜひキッドさんのチャンネルも画面の下から、飛んでみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。まったねー。お互い頑張りましょうね。頑張りましょう。頑張りましょう。コラボしてください。いや、こちらこそお願いします。お願いします。